続きまして半田市立半田中学校1年生から3年生17名による女性三部合唱、作詞クリスティナ・ロセッティ、訳詞木島はじめ、作曲木下真紀子。女性合唱とピアノのためのファンタジアから風を見た人。指揮は伊藤則恵先生、ピアノは1年生の富山あかりさんです。半田市立半田中学校の皆さんでした。ありがとうございました。